はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。黒い食材といえば何を思い浮かべますか？イカスミ、ひじき、黒豆、黒ごま、意外と黒い食材って多くありますよね。今日はそんな黒い食材の一つ、黒ニンニクを作ります。え、黒ニンニクってそういう品種じゃないの？と思った方もいますよね。実は黒ニンニクは普段食べているニンニクに一手間加えた食べ物なんです。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの青森県産のニンニクを用意しました。このニンニクを使って黒ニンニクを作ります。黒ニンニクってそういう品種があるものだと思っている人もきっといますよね。実は黒ニンニクとは通常のニンニクを熟成発酵させることで作るニンニクの加工品です。あの黒ニンニク特有の黒さはメイラード反応によるものです。メイラード反応とは加熱により糖分とアミノ酸の化学反応によって褐色物質のメラノイジンなどができる反応のことです。それによりニンニクの中で味や色、成分が変化します。こちらが市販の黒ニンニクです。外側の見た目は若干茶色っぽいですね。ちょっと甘いような香りがします。黒ニンニクの発祥は三重県尾鷲市と言われています。現在はニンニクの産地青森県などでも生産が盛んなようです。黒ニンニクになることで通常のニンニクに比べて健康機能成分がアップすると言われていて、不思議な黒い果物とも呼ばれています。黒ニンニクを剥いて中を確かめてみましょう。本当に黒いんですかね？思っていたより黒いです。こんなに変わるなんて不思議ですよね。どんな味がするのか食べてみましょう。甘さがあって少し焦げっぽいような香りがあります。若干酸味もありますね。ニンニク特有の香りは抑えられていて、干しぶどうなどを食べている感覚に近いです。紹興酒に近い芳醇な香りを感じます。通常のニンニクとは使い方が変わりそうです。それでは早速作っていきます。今回は炊飯器を使って作ります。炊飯器の底に網を置いてニンニクを置いて、上から濡れた布巾をかぶせて蓋を閉めて保温します。あとはこのまま10日から14日くらい保温を続けます。途中中を開けてニンニクを上下入れ替えたり、布巾を少し濡らしたりしながら調節します。現在保温98時間です。中を確認してみましょう。匂いがすごいです。部屋中がニンニクの匂いで充満しています。少し色が茶色くなった気がします。上下を入れ替えて布巾を少し濡らして再度保温していきます。ということで14日経ったので取り出してみましょう。見た感じは市販の黒ニンニクと同じ感じです。出来上がった黒ニンニクを風通しのいい場所で半日くらい乾燥させます。乾燥が終わって完成しました。これが俺の黒ニンニクです。画面向かって右が市販の黒ニンニクで、左が俺の黒ニンニクです。匂いも同じ甘い香りがします。ここまで忠実に再現できるとは思っていませんでした。皮を剥いて中を確かめてみましょう。中身もしっかりと黒ニンニクになっています。市販のものと比べてもどっちがどっちか分かりません。試しに輪切りにしてみましょう。これはすごい、中までしっかりと真っ黒です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は黒ニンニクに合わせて黒いビールを用意しました。北海道ビール醸造のオタルダークです。濃い茶色で若干の赤みがあります。あー、これは黒ニンニクに合いますね。味の方向性が似ています。カラメルのような香ばしい香り、甘さが黒ニンニクを連想させます。黒ニンニクやドライフルーツなどに合わせてもいいかもしれません。それでは黒ニンニク食べてみましょう。今日はシンプルにパンに塗って食べてみます。冷蔵庫にあったサワークリームを合わせてみましょう。サワークリームを塗ってその上に黒ニンニクを乗せて、あとは食べるだけです。うん、合いますね。ニンニクだと思って食べると、はじめ少し抵抗があります。これはニンニクだと思って食べたらダメですね。こういうフルーツだと思って食べると、より美味しく食べられます。甘さと酸味がサワークリームとの相性いいです。蜂蜜とかメープルシロップをかけても美味しそうです。ということで、メープルシロップをかけてみましょう。うん、これが正解です。メープルシロップをかけた方が全体がうまくまとまっていて美味しいです。ここまで食べて気づきましたが、やっぱり自分は普通のニンニクが好きです。あのガツンとパンチの効いた香りと、食べた後の罪悪感、そしてまた食べたくなってしまう衝動、全てがあってのニンニクですが、この黒ニンニクは全くそれがありません。年を重ねて角が取れて丸くなったヤンキーのようなマイルド感があります。自分はイケイケなニンニクが大好きです。今日も美味しかったです。
ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。黒ニンニクいかがでしたか？この方法を応用したら他の食べ物でも何かできそうですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。